ロボットアニメ作品において、これまで以上に、より強力な敵が出現することで、今までの主人公機では太刀打ちできなくなるというのはよくある話だ。その場合、考えられる対抗手段は2つ。1つはより強力な新しい主人公機へと乗り換えること、そしてもう1つが、主人公機の純粋なパワーアップである。そこでここでは、当チャンネルでこれまで取り扱ってきた作品の中から、物語途中で強化される主人公機を紹介させていただきます。機甲戦機ドラグナーより、ドラグナーシリーズ。機甲戦機ドラグナーに登場する D 兵器と呼ばれる3機のメタルアーマー。敵国であるギガノス帝国で開発された試作型の最新鋭メタルアーマーで、地球連合軍に奪われてしまう。D 兵器を奪った地球連合軍は、主人公、ケーン若葉たちの力を借りながら、地球の重慶基地への D 兵器の輸送に成功する。その後、D 兵器を解析、さらには D 兵器の戦闘データを元にした、地球連合軍初のメタルアーマー、ドラグーンの開発を完了した。ドラグーンは量産機であるものの、その性能は D 兵器をしのぐ性能であった。それにより、D 兵器3機はお役目御免となると思われたが、D 兵器の生みの親である、ラングプラート博士によって、回収、パワーアップされることとなる。主人公、ケーンの乗るドラグナー1も、ドラグナー1カスタムとして回収された。こうしてドラグナー3機は、新たに地球連合軍の新戦力、ドラグナー遊撃隊として活躍していくことになるのであった。君たちにはやってもらうぞ。新しい任務のパイロットとしてな。ドラグナーは生まれ変わるのだ。出力走行はもちろん、火力も大幅に増強させよう。ドラグナー3機は生まれ変わって、我が連合軍の守護神となるのじゃ。青木流星 SPT レーズナーより、レーズナー。青木流星 SPT レーズナーに登場する、敵国グラドス軍が開発した最新 ASPT。主人公、アルバトロナル・エイジアスカの乗るレーズナーの力を借りて、グラドス軍による火星襲撃の生き残りの面々は、無事地球へとたどり着くことに成功した。その後、エイジの乗るレーズナーは、地球へと迫り来るグラドス大艦隊へと単身特攻し、行方不明となってしまう。そしてエイジのいない地球は、結局グラドス軍に占領、支配されてしまうこととなった。グラドス軍へと抵抗する地球解放戦線の前に、レーズナーに乗ったエイジが再び現れる。グラドス軍の新型機を次々と撃破するレーズナーであったが、地球占領軍司令、ルカインの乗る、VMAX レッドパワーを操るザ・カールとの対戦で大破してしまう。それにより、地球解放戦線が、これまで露獲したグラドス軍の SPT によって培った技術を使い、新たにレーズナーを強化、複製した機体を開発。そこにレーズナーの VMAX 対応コンピューターである OS のレイとフォロンを移植することで、VMAX 強化型レーズナーが誕生した。フォロン、先住グラドス人の心と、地球人が作ったあの新しい体とが一体となったとき、君の本当の使命が全うされるんだ。つまり、君と僕とは同じ運命を担うことになるんだ。太陽の騎馬ダグラムより、ラグラム。惑星デロイアのゲリラグループが極秘裏に開発したコンバットアーマー。出力や反応速度、機動性も、これまでのコンバットアーマーと比べて破格なものであり、主人公、クリンカシムのノルダグラムは、迫り来る地球連邦軍のコンバットアーマーを次々と撃破していく。しかし、デロイアで活動する当時のゲリラグループは、コンバットアーマーをダグラム1機しか所持していなかったため、ダグラムの早急な量産が必須であった。ボナール市の工場で量産化が計画されていたものの、地球連邦軍に開発工場が襲撃されたことで、機密保持のためにダグラムの設計図を焼却。さらには、ボナール市の工場でダグラムの強化も計画されていたが、これも地球連邦軍に発見され、挫折を余儀なくされた。
しかし、同地で開発していたダグラムの強化パーツ、ターボザックは、J ロック隊によって運び出されて難を逃れる。無事、ボナール市へとたどり着いたクリンたちは、J ロック隊と出会い、ターボザックを受け取った。これにより、ダグラムはパワーアップされ、戦乱終結まで活躍していくこととなる。このターボザックは、それをすべて満たしてくれるはずだ。エネルギーターボを内蔵させたことで、リニアガンの連射は可能になる。また、スペア燃料を携帯できるので、長期の単独行動もできる。目玉はリニアカノンだ。リニアガンの 5.6 倍の破壊力を持つ。非公開ガリアンより、ガリアン。主人公、ジョルディ・ボーダーが、白い谷の奥深くで発見したシンクの気候兵。物語の中に登場する気候兵は、物語の舞台である惑星アーストで、過去に栄えた超古代文明が開発した戦闘兵器で、敵であるマーダル軍は、それを地中より発掘して使用していた。そんな気候兵の中でもガリアンは、伝説の気候兵と呼ばれる高性能機で、ジョルディの乗る本機は、次々とマーダル軍の気候兵を撃破していく。しかしそんな中、気候良兵と呼ばれる、対、ガリアン用に過去に製造されたザウエルとの戦いで、ガリアンは大破してしまう。大ダメージを受けて白い谷へと帰還したガリアンは、クレセント銀河に存在する惑星連合、高度文明連合のパトロール隊の一人であった、ヒルムカの力によって改造、強化された。新たに変形分離機構を備え、重装砲を装備したことで、これまで不可能であった遠距離攻撃能力も飛躍的に向上、盾も装備し、攻守ともに優れた機体へと変貌を遂げる。これによって、ザウエルとの一騎打ちでも勝利することができた。何が始まるんでしょうか。見てな、ガリアンはもっと強くなるんだよ。ガリアンが変わる。銀河漂流バイファムよりバイファム。宇宙戦闘用に開発された地球連邦軍の量産型ラウンドバーニアン。ロボットアニメ作品では珍しく、主人公ロディ・シャッフルが劇中で最後まで登場した機体がこの量産機であった。能力的にも他のバイファムとの差はなく、地球へと逃走を続ける子供たちはバイファムをはじめとする量産機に乗って敵であるククト軍と戦っていく。その途中、自分たちの親がククト軍に捕虜としてククト星へと囚われていることを知り、ククト星へと救助に向かうことを決意。旅の途中で出会った地球連邦軍の駆逐艦レーガンより新型ラウンドバーニアン、トゥランファムと大気圏内飛行用装備のスリングパニアを手に入れる。ククト星へと降り立つ際にバイファムにスリングパニアを装着させたことで機動性が向上。その後、ククト軍のエースパイロット、シドミューラの乗るデュラッヘとの戦いで、シールドの有用さに気づいたロディは、宇宙船ジェイナスの装甲を切り出して、バイファム専用のシールドを作成し装備させた。こいつは敵の攻撃をかわす盾なんだぞ。こっちは実戦で経験済みなんだ。わかりもしないのに口出すなよ。ほぉー。出れそうに。てぇの。痛かったか？悪い悪い。おい、よさないか。あるとないとじゃ大違いさ、特に地上戦ではね。以上が主人公機が強化されたロボットアニメ作品の詳細である。当チャンネルでは様々なリアルロボットアニメの機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、リアルロボットアニメに関する企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に、動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。